県東部地域の活性化策を提言するサンフロント21懇話会が富士市で開かれ、保護犬をセラピードッグに育成する活動のパイオニアや沼津市出身の現役 J リーガーが動物との共生を語りました。昨日はまず音楽家で国際セラピードッグ協会創始者の大木徹さんがライフワークとして半世紀近く取り組んできた動物愛護活動について講演を行い、セラピードッグが高齢者の機能回復に役立ってきた例などを紹介。セラピードッグもステージに登場し、高齢者などにどのように寄り添っているのか実演しました。続くパネルディスカッションでは、沼津市出身で J1 マジダゼルビアに所属し、犬の殺処分ゼロなどを目指す会社を立ち上げた鈴木純也さんもパネリストとして加わり、動物と幸せに暮らせる街づくりについて意見を交わしました。